高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した,移動,用した移動の円滑化の促進に関する法律。高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律。高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律。平成12年5月17日法律第68号。 通称、交通バリアフリー法とは、公共交通機関の駅あるいは乗り物等をバリアフリーにすべく制定された日本の法律である。2000年11月15日に施行され、2006年12月20日、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称、バリアフリー新法の施行に伴い廃止された。他、各施設、車内、 機内にかかわらず筆談具を常設するケースも急速に増えつつある。新しく導入される鉄道車両には車椅子用のスペースが設置されるようになった。また、路面電車などでは簡単に乗り込むことが可能な低床車用、例、広島電鉄5000系電車イコールグリーン、リトルダンサーなどが増えてきた。近年の路面電車の心臓車用は低床仕様となっているのが主流である。 一方で、ホームをかさ上げして、車両のドアステップ自体を廃止したり、申請時点で、在来車よりも、ステップと床面の段差を縮小して対処するケース、例、JR 東日本 E231 系電車、JR 東日本 E721 系電車とも、増えている。ハイデッカー構造の車両では、バリアフリー向けの改造が困難な場合があり、 JR 九州が運行する特急列車由布院の森は昇降装置を装備した心臓車両を増結することで対応した。一方、小田急一万軽電車のように廃車、売却に追い込まれた車両もある。一般路線バスでは補助金や標準仕様の策定などの政策により、特に都市部では車椅子利用者や高齢者などが乗り降りしやすい。 ノンステップバスやワンステップバスが増加している一方、導入自体を見送っている路線や事業者もある。理由としては、起伏の大きい箇所を通過する際に、ボディが路面を擦ってしまったり、新車を購入する形になるので金銭面などの問題で速やかな導入難しいケースなどであり、前車の場合には、道路改良工事完了後に運行を開始したり、 車両そのものを特殊仕様にしたりする方法がある。後者の場合には既存車、またはノンステップバスやワンステップバスに置き換えた事業者から譲り受けた在来型の中古車の使用を継続し、寿命に達した車両から順次ノンステップバスやワンステップバスに置き換えている場合もある。また、初期の低小バスは従来のツーステップバスより着席定員数減少が著しく、 在来車両の代替を一時見合わせる事業者もあった。乗降方法が、前の入り前振りの路線バスを運行している事業者では、ノンステップバスやワンステップバスを導入してはいるものの、中扉を半永久的に締め切り、事実上の前扉車として使用している事業者が多い。主な理由としては、長距離路線、豪雪地帯、カーブや坂道が多い、観光地を結ぶ路線が多い、 などが挙げられるそのため、車椅子利用者用のスペースにできる折りたたみの座席から二人だけの固定座席に交換したり、車椅子スペースを生み出す折りたたみ座席を折りたためないように固定して、お年寄りや体が不自由な人の優先席として使用するなど、車椅子利用者の利用を考慮していない仕様に変える事業者が多い。また、メーカーの標準仕様で導入しても、 車椅子利用者に対し、車椅子の折りたたみをお願いしたり、乗車を拒否する事業者もある。現行の車両では、中扉より、後ろ側の床面に段差が発生しており、特に前輪のタイヤハウスの上面と床面の段差は、大きく、転倒、転落事故を防ぐために、段差に注意を表すピクトグラムを設置し、床面を色分けして、 段差を認識しやすくするなどの対策を施している他、前輪上の座席の設置をやめて荷物置き場として利用していたり、特に転倒、転落の可能性が高い子供、高齢者は床面の差が発生する前扉から前輪までの座席の利用を控えるよう推奨している事業者もある。鉄道車両、路面電車を除くと比べるとスペースが狭い。 揺れやすいなどの問題があるため様々な工夫が施されている。一部の座席を車椅子利用者用に折りたたみ式にしてスペースを生み出す構えが用意されており、利用時には安全のために車輪止めを用いるケースが多いがあらかじめフリースペース兼用とした上で車椅子の固定に要する時間短縮やウェルトによる圧迫感をなくす試みも行われいる。昨今では手すりや 乗客用押しボタンなどに、視覚的に目立つように色付けを施した車両も増加している。なお、高速バスについては、内装はバリアフリー対応適用とされているものの、車体構造については除外されており、交通弱者の乗り降りの困難さや車椅子利用者がトイレを利用できないなどの代は残っているが、トイレ休憩で配慮するなど運用上の工夫で対応するように定められている。 一部事業者においてリフト付きタイプを用意して対応しているケースもある。また、高速バスやリムジンバスを対象として車椅子用リフトの設置を促進するため、国土交通省は2000年11月に同法に基づき車椅子用リフト新設補助制度を新設し、設置に当たり補助を行うことになったが、座席数が減少することや、リフト使用時の乗降に時間を要するなど、 一般利用者へのサービス水準が低下することや導入コストが高額となる点が大きな課題となっているものの2010年代後半からはリムジンバスのバリアフリー化の動きが一部事業者で見られるようになった車椅子利用時の乗降時間短縮を図るため京成バスのようにダブルゲッカー車を導入し一般路線のノンステップバス同様にスロープを用いて 車椅子の乗降が可能になっている例や、東京空港交通のようにリフトに変えて、エレベーターを設置した車両を導入している例もある。ダブルデッカー車の場合は、乗降時間がリフトを使用する場合と比較して、短くなり、一般利用者への影響を最小限にできる利点があるが、車高が高くなるためホテルなどへの乗り入れができなくなる制約がある。エレベーター付きの場合も、 乗降時間がリフトを使用する場合と比較て短くなるが、遠赤上ではない、低い乗降上では、スロープ板の傾斜が急になる端所がある。1日の乗降客数が5000人を超える駅では、2010年度までにエスカレータ、エレベーターの設置が義務付けられている。ただし、罰則規定はないため、実際には、駅の構造とコストの問題から、設置が見送られている駅が多い。 都市部の駅で立地や構造からエスカレーター、エレベーターの設置が困難な場合は階段に取り付けたレールを使った車椅子運搬リフト車椅子の利用客があった際に駅員が操作するで代替させているケースが多い。エスカレーター、エレベーターの設置は進んできている。しかしホームが狭い駅などではエレベーターの設置ができないところもある。 そのような駅では専用の通路を使って車椅子を路面から直接ホームに乗り入れさせるところもある。また、駅舎部分のバリアフリー化が行われたとしても、駅舎が高架のような場合、地面、地上から高架上の駅舎部にたどり着くところがバリアフリーになっていないところもある。空港や日本の航空会社の国内線や国際専用の機材における、 バリアフリー対応は進められてはいるが、海外の航空会社を利用しての国外出国時に対応できないとの理由で登場を断られたケースがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。